AFCU-16 女子選手権2011は2011年11月3日から11月13日にかけて中国南京で開催された第4回目の AFCU-16 女子選手権である。この大会は 2012FIFAU-17 女子ワールドカップのアジア予選を兼ねており、 本大会の上位3チームに出場権が与えられる。以下の競技場が会場として用いられる。前回大会の1位から5位は予選免除、6位から8位は1次予選免除。本大会には予選免除の5チーム以外は2次予選1位のチームのみが出場権を得る。グループ A 全試合フィリピンマカティで開催。チーム1部位、チーム2、チーム1部位。 チーム2、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チームにチーム 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 1V、チームグループ B 全試合ヨルダンアンマンで開催。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2ヨルダンとイランが勝ち点。 特殊点差、総得点で並び、直接対決でも引き分けたため、PK 戦を実施して、これに勝ったイランが2次ラウンドに進出。全試合タイバンコクで開催。タイとミャンマーが、勝ち点で並んだが、特殊点差ではなく直接対決の結果が考慮され、タイが本大会に進出。チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、 チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2。チーム 1V、チーム2、チーム一 v チーム二、中国 V 対韓国 V オーストラリア、北朝鮮 V 日本日本、V 対オーストラリア V 中国韓国 V 北朝鮮、中国 V 日本対 V 韓国、オーストラリア V 北朝鮮対 V オーストラリア。 北朝鮮 V 中国日本、V 韓国対 V 北朝鮮オーストラリア V 日本、中国 V 韓国。ありがとうございます。